はい、今日は2月17日。今日は2月17日です。오늘은 2월 2月 2월 17일 17일이에요. 월요일이에요. 月曜日ですね。2月17日月曜日です。今日は発音の、まあ、特訓のような講座です。5日間発音強化合宿というテキストを見てくださいね。日本語の母音というのはあいうえおです。5つです。だから全ての単語はだいたいあで終わるかいで終わるかうで終わるかえで終わるかおで終わりますが、韓国語というのは基本母音この10個、あーやーおーよおよううういこの10個ありますから、まあ2倍難しいということです、韓国語の方が。だからこの発音の攻略が一番最初の難関なんですね。特にこの1番ですけれども、あーおーおこの区別が大変大です。日本語はおーおこういった区別はありません。韓国語はあーは日本語のあーよりも大きくあー、そしてもう一つはおー、割と大きいおーがあります。そしてもう一つは口を丸めてお、まあ、日本語を正確におと発音する場合は口を丸めておと言いますから、これは日本語の発音に近いです。で、真ん中のこのおというのは言葉としては発声もどんどんやりますね。おいという時とか、大きな声ですね、俺がという時とか、ありますけれども文字はないわけです。ところがハングルは文字がありますので、区別してあーおーおこの区別が大事ということです。次のページですね。次のページ練習1というのがありますが、口の形に注意しながら韓国語で発音練習しましょう。最初はかーなーたーラ、マ、パ、サ、ア、チャーとこうなりますね。で、真ん中の方はオーですから、ケイとオーが合体しますと、コー、ノー、トー、ロー、モー、ポー、ソー、オー、ちょーとこうなります。そしてオーと合体しますとケイとオーが合体しますと日本語の発音に割と近いコーノートーローモーポーソーオーチョーとこうなるわけです。で、練習に見ますとですね、例えば、多分という日本語は、韓国語では、あま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 と言います。蝶々は、なび、なび、なび。席、場所のこの席は、チャリ、チャリ、チャリ、とこうなるわけですね。ところが、おーの合体しますと、そこというのは、こぎ、こぎ、こぎ、頭は、もり、もり、もり、腰は、ほり、ほり、ほり、とこうなります。そして、今度は、口を丸めた、おの単語を見ますと、きゅうり、きゅうりは、おい、おい、おい。ぶどうはポド、ポド、ポド。湖はホス、ホス、ホスとこうなります。そして2番目は、う
日本語では書けません。あ、文字が「う」しかありませんから。で、韓国語は口を突き出した「う」、そして口をちょっと平坦な感じで「う」「う」「う」。まあ微妙な差ですが、単語としては全く違う意味になってきますから大変要注意なんですね。うーとう、例えば練習1言いますと、最初はうーうーうーとなりますね。その次はうーうーうーとなります。その次はうぐうぐうぐとなりますし、下の方はうぐうぐうぐとこうなるわけです。音声的にはなかなか区別しにくいですけれども、文字が違いますから発音も異なるということですね。練習には例えば韓国語で私たちという、我々というのはウリウリウリです。我が国だったらウリならウリならウリなら、これ私たちの国です。それ誰というのはぬぐうぬぐうぬぐう、どちら様ですかというときはぬぐせよぬぐせぬぐせよと言います。靴、靴はくどうくどうくどうです。これ割と靴よく似てますね。その次はうううううの単語はブランコはくねくねくね、流れるという動詞はふるだふるだふるだ、水からだったらすすろすすろすすろとこうなるわけです。